ルです。2日目の朝、5時半に起きたので、たくさん遊べると思ったのですが、島が立ってたみたいで、足がドロドロになってしまいました。ホテルの1階には足洗い場がついてます。本当にワンコ思いなホテルです。朝食に来ました。メインを和歌用から選び、ビュッフェがついてます。アップルデニッシュがとても美味しかった。バンドビュッフェは昨夜と同じでした。初めてイチゴを揚げてみます。お気に召したようで、上手に食べてくれてます。それにしても、拭いても拭いても涙が出てきてしまって、最近涙やけが気になる。フードをお高いものに変えたら改善されるのでしょうか。改善策あればぜひ教えてください。揚げてみます。喜んで食べてると思ったのですが、2回目揚げると急に拒絶。いいよ、いらない。初めて食べ物を拒否されました。お散歩が苦手なビルス。もちろん旅先でもダメでした。上手にお散歩してくれなくて毎日悩ましいです。こうなると全く動いてくれません。